こんにちは、ゆうたです。今回はりょうはさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃありょうはさんについてご紹介をお願いします。はい、普段はフリーランスで美容師をしています。でプラスでコーヒー屋さんでも今働いているような形でやってます。でお部屋の間取りは 1K8 畳の家に住んでいます。はい、というわけで結構植物とかは割とお好きですよね。そうですね、まあ、ちょっとねいろいろまた個性的なアイテムも多いと思うのでそのあたりちょっと紹介させていただければなと思います。お願いします。お願いします。はい、まず最初こちらのレコード周りから紹介をしていただきたいなと思います。はい、音楽は好きですか？そうですね、今サブスクも多いんですけどレコードだったりとかちょっと形に残したいなと思っていて、うん、好きなアーティストは残すことが多いですね。うん、上のオーディオ周りのちょっとお話をお伺いしていきたいんですけど、はい、まずじゃあレコードプレイヤーからお伺いしたいんですけど、これはどちらのものでしょうか？ガドハウスっていうブランドのレコードプレイヤーで渋谷のジャーナルスタンドのファニチャーというところで購入しました。デザイン的にあんまりオーディオ感が強すぎないものが欲しいなと思っていて、今はこうアンプでスピーカーにつなげてるんですけど、もうこれだけ一つで音も流れて Bluetooth で音楽も飛ばせるようになってるので、結構レコード初心者の方とかにはすごい手を出しやすいアイテムなのかなと思います。ディスプレイというかこういった感じでこう飾ってるようなものですか？はい、そうですね、はい、どちらも幡ヶ谷にあるウルベンショップさんというところで購入しました。左のものが一応フラワーベースになっていて、中にこの試験管がついていて、こう今はドライフラワーを入れてるんですけど植物を入れたりとかその時の気分によってちょっと変えられるかなと思うので、色味も種類が多いんですけど部屋に合いそうな濃いめのブラウンに選んで飾ってます。こちらも先ほどお伝えしたテールタウンっていう古着屋さんで購入したカセットテープになるんですけど、色味を揃えてモノトーン調のものを置いて、うん、全体的に統一感をもたらすようにしようかなと思ってこういう形にしています。続いてテーブル周り紹介していただきたいなと思います。はい、まずじゃあテーブルからお話をお伺いしたいんですけど、このテーブルはどちらのものでしょうか？はい、フランフランで購入しました。購入した時期も10年前ぐらいで、東京に出てきたばかりぐらいの時にこういうガラスのテーブルが流行ってて、その時6畳の部屋に住んでたんですけど、思ってる大きくて全然使い勝手が悪かったんですけど、今となっては結構使いやすいかなと思って長く使ってます。テーブル上のものちょっと順番に紹介していただきたいんですけど、はい、まずこちらのお香ですかね。はい、これどちらのお香を使われてるんですか？ホテイケフレグランスっていうところのお香を使っていて、コデスというちょっとウッディで柔らかい香りのものを使ってます。本とかかな、はい、テーブルの下に収納されていると思うんですが、はい、この辺は最近読まれている本とかそういったものを置かれてるんですか？そうですね、自分の中でも気に入っているものを置いていて、映画が好きなのでパンフレットだったりとか、あとは映画と本とかをメインに置いているそのポパイだったりとか、うん、特集系のものを載せてますね。あとはイラストレーターの方の本を置いたりしてます。はいはい、ちなみにソファーの方紹介をしていただきたいなと思います。はい、こちらのソファーはどこで購入されたものでしょう？ニトリで購入しました。なんかニトリっぽくないというかちょっとヴィンテージっぽい感じですねそうですね、これも4年ほど前ぐらいに購入して、徐々に使っていくうちに少しこう剥げた感じだったりとか、そういうところがなんか味になってきて、買い替えなくてもこのままでもいいかなと思って使ってますなるほどね。じゃあ、うん、窓の方にあるディスプレイみたいな感じなんですかね？そうですね、買った商品の箱だったりとか、イソップのハンドウォッシュとかの空き瓶とかをちょっとドライフラワーを入れたりとかして飾ってます。うんうん、イソップの瓶の隣のフラワーベース、こちらもすごい可愛いなと思ったんですけど、これはエンダースキーマーの花瓶になっていて、試験管のところにこのエンダースキーマーの皮が付けられてるタイプになってて、形がちょっと変わっていて可愛いなと思って購入しました。ありがとうございます。そしたらじゃあ植物がたくさんあると思うので左から順番に紹介をしていただきたいんですけど、はい、この一番奥のこれはコウモリランで、表参道のアクタスで購入しました。板付けになってるものなので結構部屋のバランスとも合いやすいかなっていうのと、2年ぐらい経つので結構葉っぱの成長がだいぶ長くなってきて状態ですね。これとあとこちらもなんですけど、恵比寿のソーサリードレッシングっていうお花屋さんで、2階でこういうドライフラワーを作ってくれるところがあって、自分でオーダーしたりとか、もともと置いてあるものを選んで購入してます。だいぶ時間が経ってるのでちょっと色味が薄めの茶色っていう形になってきたんですけど、購入した当初はもう少し色味は強かったかなと思います。はい、
ぱまあ光に当たってちょっと焼けてきちゃってるのかなっていう、はい、続いてライブラリースペース紹介をしていただきたいなと思います。まずブックシェルフからいきたいんですけど、これはどちらで購入されたものでしょうか。はい、渋谷のアクメファニチャーで購入しました。これはどういったところがポイントというか。そうですね、まあ、部屋の色味の統一感を出したいなっていうのと、うん、ブックシェルフですけど、まあ、こう小物とか置いてもすごい雰囲気が出てくれるのと、横からの外観だったりとか形が可愛いなと思って購入しました。うん、雑貨だったりとか紹介していただきたいんですけど、はい、この中でお好きなこうアイテムだったりとかあったりしますか。はい、この3つ飾ってる車なんですけど、小石製作所っていうところの、まあ、ミニチュアというか子供とかも遊べるような形でちゃんとタイヤもこう動くようになっていて、あのブルペンショップで購入したものになっていて、形だったりとか色味も全部まばらで、こう合わせやすいなと思って購入しました。うん、奥のサングラスだったりメガネ、はい、たくさんあると思うので、はい、紹介をしていただきたいんですけど、はい、この辺もこだわりはありますやっぱり。そうですね、メガネはすごい好きで今もかけてるんですけど、同じようなところのブランドで買うことも多くて、うん、僕が今かけてるのとこの上はギュパールとメガネで、フレンチヴィンテージをテーマにしたメガネです。2番目のはオスカー・マグヌソンという海外のものになっていて、ちょっとネイビーがかってる感じが可愛いなと思って購入しました。続いてベッド周り紹介をしていただきたいなと思います。はい、まずベッドの高さとか、はい、そういったところの選ぶにあたってこだわりみたいなのはありましたか。極力部屋がそこまで広くないので広く見えるように、一応下も収納が少しあるんですけど、うん、程よく収納ができて一番低めのベッドを楽天で探して購入しました。おいくらぐらいでベッドは。1万円ぐらいでした。そんなに高くないものを探して。お得でしたね。ベッドサイドにあるライト、はい、紹介をしていただきたいんですけど、これは、はい、渋谷のジャーナルスタンダードファニチャーで購入したもので、つけるとこのぐらいの明るさなんですけど、夜は基本この一つの明かりだけでリラックスできるような形で過ごしてます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてテレビ台からちょっと紹介をしていただきたいなと思います。こちらのテレビ台はどこで購入されたのでしょうか。渋谷のアクメファニチャーで購入したものになります。はい、横が広く長いので、うん、今みたいにこう植物を置いたりとか余白を自分の好きなもので並べられるなっていうのと、あとは下にも空間があるので、うん、ゲーム機だったりとか PC だったりとか置いてディスプレイ感覚で使えるなと思って購入しました。そしたらじゃあお隣のフレグランスとかそういったものがあるかなと思うんですけど、はい、そうですね、結構イソップが多いんですけど、はい、手前が香水系フレグランスで奥がルームスプレーになるんですけど、ウッディ系な香りが昔から好きで、うん、そんなにこう鼻につかない使いやすい香りを選んでます。普段はこのマラケッシュっていうこれもウッディ系なんですけど、まあ、これを一番今はメインで使ってます。ドレッシングスペース紹介をしていただきたいんですが、はい、どういった雰囲気にしたかったみたいな、そういったところなんかありますか。結構洋服が好きでコーディネートとか考えるのが好きなので、その時にこう鏡だけだとすごい質素になってしまうなと思って植物を置いてみたりとか、デッドスペースはブックシェルフとかで好きな雑誌だったりとか映画のパンフレットとか置いて隙間を隠すような形にしています。続いて涼波さんのファッション、はい、ちょっとお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、ご自身が着用するにあたって、はい、自分なりにこだわってるポイント、はい、そういったところは何かありますか。はい、僕はそんなにこう背が大きくなくて小柄な方なので、サイズ選びっていうところを結構意識して購入するようにしています。うん、今年になって購入したんですけど、このアディダスの 80s の、うんトラックジャケットでデサント製でトレホイールって言ってちょっと小さめのアディダスのマークの柄になるんですけど、ネイビーでサイズもジャスト感で着れるので、今のちょっと春めいた時期から夏前までかけてすごくこう合わせやすくて着用してます。すごい綺麗な状態で。そうですね、これはあのフリマアプリで見つけたんですけど、サイズ感とかジャージって結構特に大事なので、すごい寸法とかを測って購入しましたという感じで、今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは涼波さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。